皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は勉強のインプットとアウトプットについてお話しします。勉強するっていうとインプット、覚えることだけを重視する人多いんですけれど、勉強ができるようになるためにはアウトプット、これをすることが大切です。アウトプットというのは実際に質問に答えたり問題を解くこと、これをアウトプットと言います。なぜインプットだけじゃダメかというと、インプットだけしても問題を解けるようになったかというのは自分で気づかないままなんですよね。ただ勉強したってね、いや今日はこれだけやったという勉強したことの満足感だけが生まれて、自分の勉強した内容がどのくらいできているか、これがわからないまま勉強が終了してしまうんです。でもアウトプットをすると学習内容を理解できているかどうか、実際に問題を解けるようになっているかどうか、これを自分自身で気づくことができる。で、自分がどこが悪かったかって気づけば、そこをもう一回覚え直したりね、計算し直したりと、そうやって勉強を修正することができるんですけれど、インプットだけだとそれができないんですね。それから問題を解くっていうと、間違えるのが嫌だ、間違えるの恥ずかしいと、こう思っちゃう人いるんですけど、心配ありません。で、どん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 間違えてください。なぜかっていうと、人間の脳って間違えることによって記憶を修正し、ここの部分大切です、記憶を修正、つまり間違えたものをもう一度解き直して正しい解き方を覚える、ね、このようにして記憶を修正して、それが頭の中、ここですね、ここに残りやすくなるようになっています。ですから間違えることを怖がらないで、どん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 アウトプットをしてください。じゃあ割合的にはどのくらいがいいかというと、インプット1に対してアウトプット3、または3で足りない人はインプット1に対してアウトプット5くらいまでやると、どん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 勉強が分かるようになっていくはずです、ね、1対3または1対5くらい、3から5くらいの割合でアウトプットをして、どん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 勉強をできるようにしていきましょう。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。